乗します。日本合意に達しました伊藤亮太郎選手の走行セレモニーを行います。まず伊藤亮太郎選手よりサポーターの皆様へご挨拶をさせていただきます。雨の中、今日の試合を見に来ていただきありがとうございます。新トトロイデンに完全移籍することになりました。シーズン途中の移籍でチームが苦しい中、移籍を決断するのは非常に苦しいものでしたが、僕の海外挑戦への後押しをクラブがしてくれて本当に感謝しています。新潟に来てから1年半、たくさんのことを経験させてもらいました。去年は J2 優勝、J1 昇格という大きな目標を達成することができ、苦しい時も嬉しい時もサポーターの人たちはずっと僕たちの味方でいてくれました。勝っても負けても最後まで僕たちがロッカーを大谷にするまで熱い声援をかけてくださり本当に感謝しています。初の海外挑戦をすることになりますが、次皆さんの前に立つときには日の丸を背負って立ちたいと思います。1年半という短い間でしたが、こんなに好きになったクラブはありません。1年半たくさんの期待をしていただき、たくさんの愛情をいただき本当にありがとうございました。最高のチャントを作っていただき本当にありがとうございます。必ずビッグスワンに帰ってこれるように頑張ります。愛する新潟、ありがとうございました。気持ち、サポーターへの感謝、そして新潟への愛情、さらには今後への決意、そういったセレモニー、コメントでした。まあ、いろんな思いを、ね、伝えてましたけども、どのようにご覧になったでしょうか。まあ、彼の全てじゃないですか、はい、もう素直な気持ちが詰まってたと思いますし、はい、まあ、こんなに、ね、好きになったクラブはありませんというのもありましたけども、はい、まあ、そういう気持ちにさせてくれたのもこの素晴らしい新潟のスタジアムですし、ファンの皆さん、サポーターの皆さんだと思いますから、はい、まあ、本当に誇りを持って自信を持ってベルギーで挑戦してきてもらいたいなと思いますね。そうですね。サポーターはちゃんとの大合唱、そのサポーターのもとに今歩みを進めています。途中涙を見せるシーンもありました。ただ最後は今後への決意を力強く話しました。
最後は愛している新潟、そういったフレーズで締めた伊藤亮太郎です。幸せですよ、はい、これだけ応援してもらってるんですからね。おそらく彼の中で苦しんでた時期、こんな景色は想像してなかったと思いますよ。そうですよね、はい、本当にサポーターに愛されている伊藤亮太郎。